こんにちは、アリシンチャンネルです。今回ですね、日本の輸送機コレクションの、航空自衛隊の YS-11 を紹介したいと思います。はい、F-20 の側眼です。はい、これですね、中古です。あの秋葉原での模型屋さんで買いました。ですから中身がもう分かったこれですね。今回は履いてるのは8番のYS-11 です。航空自衛隊の塗装ですね。仕様、はい、他のラインナップは全部9種類ですね。政府専用機と、C-130 と CH-47 とあと YS-11 ですね。これアリチンは C-130 欲しかったですなかったんです。中古はここでしかないですね。では、じゃあこれを買いました。いいですね、F-20 です。はい、では、じゃあ早速開けましょうか。はい、はい、じゃあ開けましょう。いいですね。300分の1のスケールですね。結構大きめです。YS-11 の今回は8番ですね。機体番号がこれです。でもう組み立て済みなので、あとは飛行状態か初期状態ですね。今回は着陸状態にします。はい、台座をつけてジオラマにつけたいので。いいですね、もう全部いってます。あとはですね、デカールと、ギアですのつけています。では、はい、今からじゃあ開けましょうか。ちょっとまず、はい、いやこうなってます。はい、YS-11 の、もうできてますね。あと、はい、ギアはこの3箇所と、はい、このギアですね。あとは台座につけるだけですよ。いいですね。あと、まあ塗装で、はい、じゃじゃんデカールをつけて、はい、完成します。では、はい、今から、ギアとデカールをつけます。少々お待ちください。はい、できました。航空自衛隊の YS-11 です。今回ですね、機体番号は152にしました。はい、これですね。この152機体は、1965年3月に、初飛行と導入されています。まあ、そのままで、主な任務は BIP輸送機ですね。だから BIP 仕様になります。中はあとは、そうですね、これ2017年まで、飛んでいまして、で2017年に退役されました。はい、YS-11 は旅客機が結構有名ですけども、実は、自衛隊とか海上保安庁にも導入されています。この導入で結構他の結構信用が上がってて、他の、航空会社とか他の国も輸出にはつながりましたですね。ちなみに自衛隊に導入された YS-11 のは13機です。で、内訳は航空自衛隊は13、航空自衛隊だけは13機です。で、海上自衛隊は10機です。で、あと海上保安庁は5機と、あと国土交通省は6機です。はい、かわいいですね。この顔ですはい、デカも全部貼りました。今回はギアを出してね、中期状態にしてます。あとでジオラマで、展示したいと思います。はい、航空自衛隊では1965年から73にかけて導入されています。主な任務は、
輸送機ですね。で、人員の輸送機もあるし、貨物の量、輸送機としては使われています。また、その他には飛行点検のチェッカーのある、あの見た、多分皆さん見たことあるけど、チェッカーのデザインをしている、YC レフのは飛行点検です。それ一機です。はは、かわいい、いいですね。はい、では、今から、探偵部で展示したいと思います。はい、航空自衛隊の YS レフです。おー、かわいいですね。では今から、空港のジオラマで紹介したいと思います。はい、今空港ジオラマですね。これから滑走路にいます。これから離陸します。はい、今からスタンドにつけて展示したいと思います。はい、飛行中の YS11 です。今スタンドつけてあります。はい、ということで以上です。アリシンチャンネルでした。今回は日本の輸送機コレクションの航空自衛隊 YS11 を紹介しました。はい、ここですね、F トイの側眼です。はい、今回は、8番の、航空自衛隊の輸送機です。はい、これが、VIP 仕様ですね。おー、結構かわいいです。いいですね。相変わらずよくできてます。綺麗な塗装も綺麗だし、おー、かっこいいです。はい、ということで、はい、以上です。チャンネル登録お願いします。またね、バイバーイ。